んにちは、カクテルバーニマニアの北条智之です。またマスクをしたまま失礼いたします。自粛が長引きそうだということで、またカクテルバーニマニアのお客様方々にもちょっとお会いできないなと思います。ちょっと残念でなりません。ということで、またお家で簡単カクテル第2弾ということで、今日はお家にある日本酒を使ったカクテル2種類ご用意させていただきたいと思います。日本酒は冷やしたものをご用意させていただいてます。はい、まずコップに氷を入れます。で、日本酒1です。はい、ちょうど日本指ぐらいです。そして飲むヨーグルト、これを4です。で、お箸はマドラー、スプーンなどを使って一回こうかき混ぜていただきます。はい、もうこれで出来上がりです。これはグルッシュと言いまして、新潟のカクテルらしいです。そしてもう一つ、酒ミルクセーキっていうのを作りたいと思います。ミルクセーキに日本酒を入れたカクテルですけどもね、非常に飲みやすいカクテルです。じゃあまずミキサーを使います。で、日本酒1に対してミルク3ですね。30ミリ、90ミリという感じでよろしいかと思います。はい、そして、蜂蜜です。で、蜂蜜は、粘性があってなかなか溶けませんので、お湯と半分ずつで割って溶かして、攪拌しやすいようにした状態のものを入れます。これを10ミリとか20ミリお好みの量で入れてください。そして卵黄だけ使います。ちょっと割らせていただきます。うまく白身を避けて、黄身だけ使います。はい、そしてこれをブレンダーにかけます。まあ、これくらいで大丈夫です。そしたら混ぜるツールとしてグラスを2つご用意してます。で、このグラスを2つ使って、マテナさんが最近やってるスローイングっていうんですけれども、最近のテクニックでもなくて、横浜では1874年からですね、バーテンダーがスローイングをしてカクテルをミーティングしたという記録が、ね、あるんですけれども、スペインが発祥と言われてますが、実はアメリカで、ね、もう古くからやってましたし、インドですとか、中国なんかでもお茶を香りを立てるときにとか、インドでチャイを作るときとか、まあ、そういったメイキングがあったわけなんですけど、まあ、そういったメイキングをこれからやっていきたいと思います。ちょっとね、難しいかもしれないので、練習される場合にお風呂場で1回練習してからトライしてみてください。やり方は2種類だけお教えしたいと思います。まずこちらが注ぐ方で、受ける方のグラスになります。受ける方のグラスをずっと見て、注ぐ方だけこう上へ引き上げるパターン、もしくは今度は、受ける方をこう引き離すパターン、この2種類があります。まずじゃあ下から引き上げるパターンやってみたいと思います。こういう感じです。はい。で、また戻して、利き手で注いでくださいね。はい。次、上から下へ引き離します。4回かね、もう5回ぐらいやれば十分かなと思います。はい、これでシルキーな仕上がりとなっています。で、氷を足していきます。はい、下は酒ミルク製品でございますね。はい、まあ、こういったカクテルメイキングですね、面白いと思いましたら、自粛が解除されたらですね、ぜひバーに足を運んでいただいて、カクテル、お酒をバーで楽しんでいただければ幸いです。まだ自粛は長く続くかと思いますけれども、皆様の安全な生活をお祈り申し上げます。またよろしくお願いします。失礼します。